たんでね、ありがとうございました。はい、じゃあ、次はですね、いよいよ東理香さんの登場になります。東理香さんで、海勝負です。それではどうぞ。じゃあ皆さん退場して、
今日はもう久しぶりにゆうゆうくださんにおいてねお邪魔できとっても幸せです。あちらのね若菜さんがいつもファンクラブで応援してくださってるんですが、今日は地元の皆さんにねお会いできとっても幸せです。先々週ですね、北海道から、まあ、お仕事があってね帰ってきたんですが、もうほんとカニとかイクラとかウニとかめちゃめちゃ美味しくてね、ほら栃木海がないっしょ、だからね植えてたね魚なんでね魚ね、ネタたりも食べてないからね、ここぞとばかりに食べてきたんですが、おかげさまで北海道から大阪までいろんな番組出演させていただいております。毎週土曜日集まりた感謝を込めて栃木放送12時半から45分までレギュラー番組をさせていただいているのと、それからなんとリポーターもやってるんです。こんな生得意でリポーターの中でキャペーってお父さん思うでしょう笑っちゃうでしょ。だけど、なんとか生前で喋ってたわ、リポーターの時はね。今ほら、友達でしょ、地元だからいいよね、しとしとね、黙ってみるね、ありがとうございます。なんか、ダンディーなお父さんだね、俺言っちゃうかな最初に歌わせていただいた歌、ウニショート、エンディングテーマにね、番組のエンディングテーマになっております。で、次は、もうやっぱ綺麗な女の人好きでしょ、みんな綺麗な女の人が好きな方、手を挙げてください。あれ一人目嘘、二人目みんな今も間に合ってますって感じ。あら、みんないいね、おさかんでね。はい、これから素敵なね、踊りを踊ってくださいます大山市のね、花やぎ会のね、皆さんと一緒に肩組みの里をね、やってみたいと思うんですが、皆さん大きな拍手をお願いいたします。田口先生です。大山市のママ座にねいらっしゃいます。ありがとうございます。すいません、先生と一言なんかありますか。皆さんこんにちは。大山市ママ座から初めて来たんですけどね、一生懸命踊らせていただきます。どうぞゆかちゃんを応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。実はですね、皆さんほら、ほとんど風呂上がりで化粧してる人少ないかなと思うんだけど、みんな油断してるとこれね、世界中に配信されてるんだわ。実は後ろにテレビカメラがあるでしょ、あちらで今生中継してますね。世界中の人が見てます。今だよ、今ほらお化粧直してるのは今だからね、もう歌聴きながらいいから、綺麗にほら皆さん気になる方直してくださいね。準備よろしいですか。それでは、オープニングテーマ、番組のオープニングテーマになっております、片栗の里を歌わせていただきます。よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。私ね、踊りで踊れないんですよ。だから本当に踊れる方って羨ましいなと思うんです。せっかくなので1曲じゃもったいないからね、この後雨酒場というね曲を踊っていただきます。じゃあ花火団の皆さん、よろしくお願いいたします。皆様大きな拍手をお願いいたします。Thank you.
Thank you.
もう私大好きで、今日は朝一番の電車で、神奈川県の横浜からやってまいりました。ごめんね。でもね、生まれは横浜じゃないんです。今歌いましたドンパン口の出所、秋田県は、ね、生ハゲで有名な小田半島で、秋田ですか？のオリジナル聴いていただきたいと思います。ペンピオラはお聴きください。新庄瑠璃子さん、ありがとう。